1943年初めに、リビアのベンガジ飛行場で行きされたドイツ空軍のハインケル HE111H 爆撃機のそばで、台車に乗せられた2発の s c 1爆弾1941年3月、胴体下面に s c 1爆弾を吊り下げ飛行する第26爆撃航空団所属のハインケル HE111 爆撃機 s c 1は、第二次世界大戦中に、 ドイツ空軍で使用された大型の空中投下式、汎用構成の破壊爆弾である。重量 1000kg 以上ある。この爆弾は、ドイツ側では肥満のドイツ空軍、最高司令官であったヘルマン・ゲイリングになぞらえて、ヘルマンというあだ名を付けられていた。この爆弾は引き抜き構成の本体に重い、尖った先端コーンが溶接され、後端部は基板となっていた。 この基板の直前部分はマグネシウム製の後部が溶接で本体に取り付けられており、ボルト止めされるビブアタッチメントの支持部となっていた。爆弾先端の周りは地面破壊効果を高めるために三角断面のコップフリンクという金属製管となっていた。航空機には H 型喧嘩装置を介して水平状態で搭載された。 この爆弾には横向きの新幹収納口が一つ設けられていた。本体には通常は40%のアマトールと60%の TNT の混合物が充填されていたが、対幹線爆弾として使用する場合は15%の RDX、70%の TNT、15%のアルミニウム粉末の混合物であるトライオリン105が充填された。 真ん中の高品質 TNT が封入された点火管は起爆を確実に行うように爆薬の中心部、部角まで挿入されていた。この爆弾は本体がスカイブルーに、リブコーン部が黄色のストライプという塗装であったが、トライオリンが充填されている場合は、黄色で沈みゆく船舶のシルエットと、ヌアーゲーゲンハンデルソーシフという注意書きが、ステンシルで爆弾の外角に描かれていた。 この爆弾には C 型、L 型、L2 型という3種類があり、寸譜と重量に若干の差異があるだけでそのすべてがほぼ同一の設計であった。この爆弾には下記の様々な新刊が取り付けられた。2008年6月の初めに SC1000 爆弾がロンドンのスリーマイルズアイランド近くのリリ側の春節中に掘り出された。この不発弾は 王立工兵隊から派遣された爆発物処理士官たちにより、新艦を外され、蒸気を利用して液化した爆発物質を組み出した後で5日後に爆弾本体は爆破処理された。2013年6月に一発の SC1000 爆弾がポーランドのシチェチン中心部を流れるオーデル川から発見された。軍の公兵部隊が不発弾を川から引き上げる間に、辺り一帯は避難措置が取られ、 その後爆弾は爆破処理のためにドラフスコップモルスキー近郊の陸軍訓練基地に護送運搬された。2013年12月の初めに一発の SC 戦爆弾がベオグラードの市内で発見された。内務省所属の不発弾処理部門の技術者により不発弾が掘り出される間にあたり一体は避難措置が取られ、その後爆弾は爆破処理のために 二基地近郊の陸軍訓練基地に護送運搬された。ありがとうございます。